皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC リーです。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、 J2 リーグも折り返しまして、そうですね、前半戦終わっちゃいましたと。前半戦終わっちゃいましたよ。早いね、ほんと早いよ。ついに我々ジェフユナイテッドイチャル千葉は第7位プレーオフ圏と勝ち点の差1ということで、そうですね、来ちゃいました。ここまでなんとかね、なんとかなんとかというか、ただすごいのは今までにないことは得失点差ですよ。そうですね、とんでも、まあなんかとんでもない試合が2試合ありましたからね。得失点差が上から2番目、長崎の次ですかね。そうですね、そんなところで順位をやっておりますが、はい、折り返し1戦目、いろいろありました。徳島ヴォルディス、そうですね、かなりいろいろありましたが、かなりいろいろあったチームと一発目やるということで、はい、ホームに迎え撃ちましょう。福田電車アリーナで徳島ヴォルディス戦見ていきましょう。はい、ということで、まあ、後半戦のシリーズ、まずは前半戦の試合からね、ちょっと振り返っていこうと思います。はい、前半戦、まあいろいろあったと言ったんですけど、正直この9節マジで吉田達磨監督が辞めて1週間2週間みたいな、そんな試合でしたね。まあ俺らがさ、徳島と当たった時って、はい、かなり徳島が荒れに荒れてた。そうだね、もう最下位争いじゃないけど、最下位抜け出すか抜け出さないかみたいな、そんな状況だったね。徳島がどうにか俺たちしなきゃいけないっていう状況で当たった徳島戦。そうですね、そんなところでやってきましたが、はい、今の現状を見るとやっぱ徳島だなって思いますよ。そうですね、というかやっぱりね、メンツを見ても分かるんだけど、つかこの試合も正直結構押されてたんだよね。そうだね、なんとか巻き返しを図ろうって言って、まあ本当にね、監督の意向が伝わってたのか、かなり戦術的にも良かった試合だし、そうだね、マジで勝ち点持ってかれてた試合。そうですね、そんなところで、ただ今の徳島は全然違いますからね。そうなんだよね、まあ、正直スタッツ見てもかなり互角だったし、まあ、新戦力もみたいなところで、まあ、ちょっと見ていきたいところはあるんですが、まあ、このスライドでちょっとね、千葉の話もしときたくて、というのもこの試合の、まあ、もはや MVP みたいな選手、椿選手なんですよ。いやーよかった、オーバッキーだよ、オーバッキー。そうなんですよ、椿直樹。やっぱりこの頃椿の存在感めちゃめちゃあったと思うんですけど、まあ、ちょっと後半戦の椿選手みたいなところもね、やっぱ注目ポイントだと思うんだよね。いや間違いないですよ。結構千葉としてもこの頃とメンバーもちょっと、まあ、品田選手、椿選手あったり、ちょっと最近鳴りを潜めてる選手もいるんでね、はい、まあ、ここら辺もどうなるかというところはありますが、じゃあまあ今の徳島ヴォルティス見ていきましょう。はい、まあ順位は15位ではあるものの、前回対戦18位ということを考えたら明らかに良くなってる。いやもうね、チームが違うね。そうだね、監督が変わってから、まあ、あの臨時の暫定の時も合わせて5勝2分4敗みたいな、はいはい、まあ、明らかに改善してる。全然違うね今のチームは。そうなんですよ。でまあチームは再建されてる、まあ、ただやっぱ課題は多いかなというところで、まあ、どうなるかなと。で結構ねメンバーのこのフォーメーションもね、怪我人がいるがゆえの3バックみたいなところも多分あるんだよな。まあそうだね、本来で言えば 4-4-2 でやりたい部分もあるんだろうなと思いつつ、うん、いや最適解がこれなんじゃないかなって思うくらい強い今徳島は。そうなんだよね、結果的になんかエウシーニョがハマったり、西野選手がこの位置にいて2トップっていうのもちょっとハマってるみたいな、なんか結果往来でいいチームが出来上がってるみたいなね。まあ本当にね、長木亮太いいね。そうなんですよ、なんかね中盤の三角形がめちゃめちゃいいと。ただねこの試合なんと長木選手イエローカード4まで出れないんですよ。いやー本当にねびっくりした、前節いや長木イエローカードもらってるじゃんと思って。そうなんだよ、でよくよく見たら4枚目っていうね、いるといないとね全然違うね。いや本当にこのワンボランチのシステムで長木絶対にいなきゃいけないやつなんだよ。で正直ここでなんかヒョン選手とかをやったけど、正直この小玉杉本を2ボランチの位置に下げてワントップでみたいな、柿谷選手とか2列目入れてもみたいなのも考えたけど、正直どうなるかはね読めないですね。そうね、4バックに戻すとかっていういろいろな手もあるし、そうそうそう、
その上でやっぱこのシステム3-5-2みたいなのやるときに長きのねディフェンスの、そうなんだよね、役割がでかすぎる、ね、運動量もめちゃめちゃあるしというところで、まあ、正直ね注目選手にもサイドの選手挙げて、まあ、かなり攻撃でも守備でもところはあるんだけど、うちとしてもサイドのねちょっと3バックの絶対スペースができるだろうみたいなところをつきたい試合になると思うんですよ。いや間違いないね、うん、エウシーニョの裏を、そうだ、ね、とにかくエウシーニョの裏を作るとか、そうなんだよね、やっぱりもうね徳島かなり攻撃的に変わってきてる、間違いないですね。アウベス選手とかもね結構やっぱり効いてきて、その分前目には来ると思うんでね、気合を入れていくしかないんじゃないかなと思うところで、注目選手誰になりますかね。注目選手はね、でそのサイドってところもあって橋本選手、この選手を守備的な部分でも、はいはい、抑えたいし、やっぱり攻撃としてもねここをつければってところだとは思いますけどね。やっぱね、うん、サイドが注目なチームはサイドを攻めるべし。そうだね、間違いなくお互いだね。エウシーヌにしかり橋本にしかり、サイドから攻められることを見越してサイドを制する。そうだね、制圧したい、勝ち切りたい、そこの勝負を。ということで続いて千葉も見ていきたいと思います。久々の2人での動画となりましたが、まあ2連勝ですよ。いや、よく岡山山口勝ったよな。いや、この連勝でかい。で、他には言ってたよ、はい、2連勝は今までしてるんだと。そうですね、俺らに必要なのは3連勝なんだと。そうですね、次が大事だ、俺が前出た動画にも言ったよ、次が大事だ。そうですね、ここで大勝ちしたいっていうところあって、しかもこっから続くのって、まあ、正直言っちゃうと徳島、栃木、鹿児島みたいな、まあ、下位に低迷してるチームなんですよね。落としちゃいけないチームです。上に上がるにはという中でも、やっぱり山口戦がねめちゃくちゃ自信がつく勝ちだったと思うんですよ。いや、岡山山口の連勝はねかなりチームとしてもでかい。でかいですね。いや、長崎倒せなかった時ちょっとどうかなって思ったけども、この連勝をしっかり取ったっていうところは、そうだ、ね、評価すべきところですし、はい、何を隠そう、日高勝。そうなんだよね。いやー、でかいよ日高勝が。あの本当にラストプレー49分とかですよね、あのフリーキックおしゃれだったね、あれもね。またいや、もう本当にねジェラードとかに見えたよね。あー、確かに、あのキーパー前でワンバンさせるみたいな、あれ絶対キーパー難しいもんね、あんなん蹴られたら。いや、全然取れないでしょ、あんなん蹴られたら。間違いないです、このチャンスで。ただあれを蹴れるのはね、もう本当に日高しかいない、左足だと。確かに田口はあんな感じじゃないもんね。いや、低空でねやっぱあの速い球っていうのはねキーパーにとっても脅威だし。そうだね、しかも雨降ってて滑りやすいとか跳ね方が分かんないみたいな、やばいでしょう。もうね最高、最高の勝ち方だった。そうなんですよね。で、前半戦やっぱり振り返るといろんなちょっと調べたんですけど、やっぱりね、あの攻撃に関する部分とか、あと結構ディフェンスもね1対1やっぱりセンターバックの頑張りみたいなところが数字にも反映されてるなって気はするんですよね、はいはい、なんでなんか強みは出せてるというか、明らかにねいい前半戦なんだよここ数年で一番。いや、間違いないね、はい、7位で終わるっていう前半戦はね久しぶり。確かにね、まあ、本当にプレーオフ圏内まで勝ち点の差1とか2とかで、はい、ここまでいるっていうことがかなりリーグとして面白いし。そうなんだよね、あの怪我人の合流が大きい。そうだね、ここに来てまあ本当にプーがいない間に田中和樹が戻ってきたりとか、本当にね鈴木大輔が戻ってきたりとかで、佐々木翔吾もいるんでしょ。そうですよ、累積明けで、まあ、正直センターバックの先発どうなるかだよね、佐々木なのか鈴木なのかっていうね。いやー、でさ、俺らはさメンデスのことあんなに言ってたじゃん、なんでこのタイミングで取ったんだと。確かにね、ここに来てメンデス最高じゃないですか。メンデス、いや、もう欠かせないんですよ特に。でまたクボニア選手が離脱してしまったってところで、このメンデス選手がね発揮してるんですよね、存在感を。いや本当にメンデス、メンデスなんですよ今は。確かにね、もうメンデス、ドゥドゥ欠かせないからね、この助っ人2人は。リーグ中盤に補強するやつはダメだとか言った僕が悪かった。そうだね、やっぱり去年の補強っていうのもしっかりと生きてるのが今って感じはするような。予想メンバーとか見ても本当にここ数年の補強選手がしっかりと活躍してるっていうのがねとても素晴らしい。そしてベンチにね岡庭ですよ。そうなんですよ、まあ、ちょっとね今節のポイントも含めてなんですけど、本当になんか先制して逃げ切りたいみたいなところはあると思うんで、後半の選手起用もめっちゃ大事だと思うんだよね。椿はね全
前回対戦、はい、やっぱスタメンで出て点取りましたけど、そうですね、椿ベンチスタートとか岡庭ベンチスタートのね強さが今ね光ってる本当に。そうなんですよね、いろんな選手がいて、なんか最近ね、あのやっぱりセンターバックのあれもあって、松田選手が前節久々ベンチで、まあ、出場機会なかったけどみたいなところもあったりね。いや選手層改めて見ると熱いなって思う。激熱ですよ正直、 J2 トップクラスだと思うけどね。誰が出ても楽しみだし、はい、ベンチしかりベンチ外のメンバーまでかなり楽しみな選手が多い。そうだね、12日水曜日天皇杯も控えてるってところで、まあ、この選手起用とかリスク管理ってところもまあ監督の手腕になってくるっていうね。たら天皇杯も落としてはいけない試合ですから我々にとっては。あれもう大学生だよ、いやもちろん舐めるわけじゃないんですけど、ぜひ勝ってほしい。もう勝って勝って勝ちまくるしか僕らには道が残ってないということですよ。上昇気流やっぱりね、 前年も後半戦にね勢いありましたから。いやまた7連勝みたいな見たいですし、とにかくそうですね、今年点取れてますから。そうなんですよ、もうとにかくね先制点とか取ってそのまんま試合持ってきますから、しっかり守りきろう、はい、そんなところで後半戦に向けてさらなるスパートをかけて、そうですね、我々の夢は昇格ですから、こんなところで終わってるわけじゃないですよ。まだ行きますよ、行きましょう。とにかく J1 目指して来週も勝ってまたお会いしましょう。柏には負けられない。